まずい。テンションをなくしました。え、マジでないねん。自転車が取られた。盗まれた。だってないねんもん、家の前に。盗まれたんじゃん。家の前にないねん。だけど盗まれたら時間かかる。行かない、一緒に行かなくないやつやん。バレるときもやってやん。無理つきてもらわへんかった僕。嘘つき。意外とだけどさ、たぶんこの線があった。うん、最高やな。手伝ってくれへんの。では、え、いや、お兄ちゃんの時は誰さん、誰さんで行こう。使うの、使えの。お兄ちゃんの時やからつけよう。すず、めっちゃかっこいいと思って、ちょっと見て。かっこいいと思ってやったらかっこよくないみたいな。僕のです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 。じゃあ行きましょう。行くんやろ。とりあえず探し回って、じゃあ、あったら、うん、探したお礼にマックド、それマックド、お礼にマックド連れてってって。ここら辺で聞いて。聞いてないし、見てもない。じゃあ俺しゃべる。隣町まで行かなあかんねん。じゃあミスドの千円機あるからミスド行こう。ミスドって隣町の隣町ぐらい。いやあるかもしれへん。でもさ、どうやって見に行く。何が。お、やば、誰か切った爪や。俺ってめっちゃ石なってるやん。爪が金やれ。爪めっちゃいい。めっちゃいい爪。え、だからさ、だいたいスーと同じパターンでさ、どっかの駅前に放り捨てられてるとかさ。え、手分けして探すの。いや、みんなで。軽いね。やっぱり効率悪いやん。はい、じゃあ。ファイマイク、それか。いや、いいよ。ミストで、ちょうどいいよ。お前それ行きたいだけやん。もしかしたらね、あるかもしれないんで、チェックしましょう。ちょっとね、これ見てる。これか、これかもしれない。これどれ、将来のおもちゃ人か。ばっかり行きまんま。どうした、どうした、スーさん、どうしたや、スーさん、どうしたや、スーさん。ニートがチャリンコ使うのに、かっこいいチャリンコ使うの。痛い。痛ただだだ。痛ただだだ。痛ただだだ。心が痛ただだだ。ここ地下鉄はないんちゃう。ないね。ないな。響くな。えい、東京。お、響くね。アリーナ。いいね。やめだ、元気か。やめる。あの、こういうとこで静かにしなあかんねんで。えい、東京。アリーナ、いいね。え、一次利用は似てないやろ、絶対。何、何一次利用が似てる。これじゃなかった。違う違う、これで船越えへんの。これで船越えへんの。空船、略した。それ、ちょ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 、お前増やせるやん。お前絶対増やされへんやろ。この打ち方でもう素人やね。こうらしい打ち方。あ、そう。ジャブ。ジャブなんや。そうやね。こう、そうな感じらしい。こうじゃあかんない。増やして、買ってこう。あそこ多分こうじゃないやろ。これやろ。こうやろ。これスロット。なんでパチンコ。なんでパチンコありすぎやん。やめとけよ。やめとけよ。パチンコで大学の費用が全部なくなってんから、うちの家族。あ、気持ち、見てた。この前ついてないやろ、パチンコの前。ロブの公園にやってまいりました。こういうとこにやはりも不法投棄されてる可能性があるね。コウさん、ちょっとこの中見てくれ。入ってみて。よ
ばい、ガチ窮屈すぎる窮屈すぎるちょっとしんどい窮屈すぎる。あれないか、部下に動かしても何やマジで許せない。ごめん、いいんかやな、そんなそんなやめんやあ、いいよいいよ。あー見つけたら将来の夢やるか将来のやるか将来のやるか、いいんかやな、もう待ってるやほんま、あいさきの夢あー、怖い怖い怖い、ちょ、やめてな、飛ぶのやめような。いや、それは悪意、悪影響を及ぼすからこう、すごちょっと人間のガイドライン乗っ取ってんの、そうなの。ないわ、ないって、ないって、やばい、ちょ、やばい、まず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 それは良かった。じゃあ帰りますか。帰りますか。事前の調査とかいるんじゃないですか。聞く？衣装出るんで。僕は無理。ちょっと小学生は無理。教育実習中やろ。俺な、今自転車盗まれてん。そう。ちょ、3つあんねんけど、あれ弟の1つでさ、盗まれとってさ、ここら辺自転車ない。あげる。いや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 いい、そのそんな助けてくれるの早すぎるやろ。いろいろあると思います、頑張ってね。あ、ありがとうございます、チャンネル登録してください。押してね、押してる、え、してるって。もうちょっと大きくなったら鈴がもう泣く動画がと同い年ぐらいから喧嘩ぶれるってあの時泣いてたもんなって。あ、だんじりのな、確かに確かに、おにぎり、おにぎりの人ね。おにぎりでしか覚えられてない。これ誰？僕じゃないよな。ちゃんが嫌がるって思うことはコントロールなんかやろ、あんた。わかる？わかる？やめてこ。夜遅く、お母さん心配するから。違うよな。違う違う。違うな、ふぶ。お母さん心配したから帰りや。うん。あ、えら。ちょっと先生の顔してるな。みんなもう帰りや。煽られてるやん、スーさん。大丈夫？心配ねんけど。学校に報告します。早っ。ここにあるって聞いたけど、え？もう出んの？なんでここおんの？なあ、スーコー怒っている。なくてか、ウニの来る速度が遅すぎる。いただこう。全然そうなしよ。いただきます。いただきます。じゃあ、入れさせていただきます。ラララララララ、どうぞどうぞどうぞ。じゃあ、お代官様さん、絶対食べてください。絶対してよ、食べてください。もういい、熱い。うまい。こうやってさ、クジ、はい、悔しい。俺はなくてどうすればいいと思う。ほんまないねんけど、語り合おうや。将来の政治についてどう思います？日本の未来って、うちの家の未来どう思います？いやけどね、いや俺は三世帯住宅作るまでは自転車の話してる。死ねない、死ねない。俺は三世帯住宅作るまでは死ねないよ。呼び出したのに来てくれ。いや、いいんだね。呼び出したけど来なくて、ずっと来なくて、もう360日ここいてもいいんだね。呼び出すこといいってことは、もう私もいなくなっちゃっていいんだよ。もういなくなっちゃって、いなくなっちゃっていいんだ。これなくなっちゃって、もう全部なくなっちゃって、いなくなっちゃっていいんだ。こんな客嫌やわ。なくなっちゃったらいいんだ。もう、バイバイ。
さ、悲しい。僕は行かせへんで。え、なんで58まだやべ。なにな、ね、なんかあんのこれ以上、進展ある絶対ないやん、進展絶対進展ないもん、これ以上まんざらでもなく嬉しそう。今日、そんな止められても嬉しくないけどな、俺やめろってやめろってまっ、え、どこ行くのどこ行くのどこ行くの。いや、ちょっと2人で熱くかかった。え、ほなお会計任した。え、ほななえぐい最低なんや。そんな絶対ないよな、スーパーとか。そして、え、なんでなんでお母さん、俺キャベツ買いに行った時自転車で行って歩いて帰ってきたんや。ほらみー、お前騙されて、自転車買わされたやんけよ。かたじけねー、ごめんなさい。おー、あなたのミスじゃん。あー、そうだ、ナイフ行ってキャベツ取り買いに行ったわ。ほんで私さ、高い自転車もうお兄ちゃんもな頑張ったよんで予算取ったから、もうええよって、高い自転車注文してんだ。あれ、あ、それもお取り寄せ、それも外国産。お、明日に届いてるんじゃん。はい、あー、はキャンセルでき、終わったー。お前ーごめんなさい。やばばら、ここにやっこ、ここにやっこ。自転車何台増やしたら気済むかな。駐輪場、駐輪場ないところにさ、ちょっと賑わってるコンビニぐらいある。どうしよう、くー、そういう時もあるんやな。決起会な、うん、今から酎ハイ飲むの。決起会、何の決起？違う祝杯会。何の祝杯？自転車先って返し交わした祝杯。イエーイ、イエーイ、高い自転車。まあ私が自転車買えなあかんで、あれをフォークも後ろも折れてな、危ないですよって言われてさ。じゃあお母さんが俺のやつ飲んで、俺のやつ持っていいよ。乗れるわけないのか、あんなパッカみたいな、なんかもう騎馬戦乗馬みたいな自転車乗れるか。ほんじゃあなんでお揃い、お揃いちゃうの。すごいよ、こっちの方が高いです。いやいや、だからお前の方がいい、お前の方がええもん持ってる、買ってもらってる。あとお兄ちゃんとお揃いしちゃうで。何もない。なんかあるっしょ。